私はやすこ。社会人になって6年目の24歳。今は実家を離れて優しい彼氏のりょうと同棲している。ん?お兄ちゃんからだ。はい、もしもし?久しぶり。実はお前に報告があって電話したんだ。何?どうしたの?実は結婚することにしたんだ。え?おめでとう!ありがとう。それで今度の休みに彼女と一緒に実家に行くんだけど、お前も来ないか?うん、行く。お兄ちゃんの婚約者に会うの楽しみだな。お兄さん結婚するの?おめでたいね。うん、どんな人なんだろう。でもお兄ちゃんが選んだ人だからきっといい人だと思う。前に俺も会ったけど、お兄さんいい人だよね。穏やかで、しかも一流企業に勤めててすごい優秀なんだろう。外見とかパッとしないからあんまり女子受けしないけど、昔から頭も良かったし、今も会社で研究職しているんだ。実家に帰るのも久しぶりだね。泊まってくるの?どうしようかな。でも両親とはそれほど仲良くないから嫌いってわけじゃないんだけどね。そっか。両親は私が中学でいじめに遭い不登校になった時に味方になってくれなかったことでわだかまりがある。恨んではいないんだけど距離を置きたい人たちだ。お兄ちゃんの彼女さんには挨拶したいから、挨拶したらすぐ帰ってくるね。数日後。ただいま。お帰りやすこ。俺たちも来たばかりなんだ。早速だけど彼女を紹介するよ。ミキさん、俺の妹のやすこだよ。はじめま。え?あ、どういうこと?え?どうかしたの?この人は、兄の隣に立っていたのは、中学の時に私を率先していじめていた女、ミキだった。この女のせいで、私はずっと仲間外れにされ、不登校になったのだ。ごめんなさい。え、何?お兄ちゃん、ごめん。私はこの人との結婚を祝福できない。やすこ。お兄ちゃんは覚えていないかもしれないけど、この人、中学の時に私をいじめていた人なの。え?よく分かってなくて、ひどいことをしてごめんなさい。今になって謝罪されても時間が戻るわけじゃないし、許せるわけない。私は今もあんたにされたことを忘れてないから。机の上に落書きされたことも、物を捨てられたことも、最低なあだ名で呼ばれたことも。だからもしお兄ちゃんが結婚しても式には出られない。そうだったのか。やすこ、お前の気持ちは分かるが、妹が式に来てくれないコータがかわいそうじゃないか。ミキさんもこうして謝ってるんだし、昔のことでしょ?もう忘れて水に流したら?お兄ちゃんの人生だから誰と結婚しようが好きにすればいい。でも、私はこの人と親戚になるのは絶対に嫌。怒りで体が震える。私はこれ以上この家にいたくなくて、そのまま実家を出た。お父さんもお母さんも昔と同じだ。中学の時、いじめにあった私を守るどころか責めた人たち。いじめに遭うのはお前が弱いからだぞ。強くならなきゃダメだ。きっとやすこにも悪いところはあるの。理由なくいじめられることなんてないもの。お帰り。早かったね。え?どうしたの?りょう。家に帰ってりょうの顔を見てほっとした私は泣いてしまった。そうだったのか。大変だったね。こんなことってあるの?私が一体何をしたっていうの?偶然だとしてもひどすぎる。中学の時の話は前に教えてくれたから、俺も同じく腹が立つよ。でも、お兄さんもやすこが苦しんでいたのを知っていたんだろう?だったら、結婚を考え直してくれるかもしれないよ。そうかな。もしもし?やすこ、今日のことだけど、やっぱり式には出られないのか?お兄ちゃんこそ、やっぱりあの人と結婚するんだね。ごめん。でも、ミキも本気で申し訳ないって言ってる。だから、仲直りのためにも、俺たちの式に出てほしいんだ。絶対に嫌よ。なんであの人におめでとうなんて言わなきゃいけないの?お兄ちゃんも最低だよ。私が苦しんでいたのを知ってるくせに。もしもし?本当に悪いと思っているのよ?なのに許してくれないの?そうやって嫌がらせするの?ひどいわ。やすこ、どうしたの?もう嫌。絶対に式には出ない。けれど、それからも兄や両親は私に結婚式に出るようしつこく言ってきた。そしてある日、実家に呼び出される。毎日のように電話かけてくるのもうやめて。私の気持ちは変わらないから。子供みたいなこと言うな。いい加減大人になれ。そうよ。10年も前の話じゃない。あなたが式に出なかったら、お兄ちゃんが親戚から変に思われるのよ。やすこ、お前が許してくれないとミキが心から幸せに結婚できないって言うんだよ。お願い。私が悪かったから。帰る。待って、話を聞いて。何よ。あんたと話すことなんて何もないわ。あのさ、いい加減諦めて私のお祝いしてくれない?ブスコちゃん。それは中学の時、ミキに呼ばれたあだ名だった。言っておくけど、コウタさんは私に夢中だから、今更破談はないわよ。私もコウタさんみたいに条件のいい男、逃すわけないし。
コウタさん、見た目は地味だけどお金あるし、鈍いから何しても気づかないでしょ。あんた、やっぱり最低ね。元気ないね。やっぱり何か言われたの？うん、もう疲れちゃったよ。やっぱりミキは反省なんかしていない。何も変わってなかった。でもそれを家族に言っても信じてくれない。俺はヤスコを信じるよ。だからもうそれ以上苦しまないで。りょう、ありがとう。自分が思う通りにやるといいよ。何を言われてもいい。俺はそばにいるから。りょうの言葉に背中を押され、私は覚悟を決めた。とことんやってやろうと。やっぱり式に出席します。ありがとう。ミキも喜んでるよ。よし、結婚式当日。それではここで新郎の妹さんによるサプライズスピーチです。お兄ちゃん、ミキさん、結婚おめでとうございます。新婦のミキさんとは中学で同じクラスだったので、結婚すると聞いた時はすごい偶然だと驚きました。中学時代、ミキさんはことあるごとに私に近づいてきました。物を奪われ、捨てられ、制服を着られ、無視をされて仲間外れにされました。そして私の名前のヤスコをもじってブスコと呼んできました。中学の時不登校になったのもミキさんのせいです。嘘よ、私そんなことしてない。これが証拠です。そしてこのことは兄も両親も知っています。知っていて私に今日の席に出席しろと言ったんです。両親は娘をいじめていた人の方が大事なようなので、もう私は家族じゃなくて結構です。お兄ちゃん、どうぞお幸せに。二度と連絡してこないでください。え、どういうこと？いじめていたのを知っててコウタさん結婚したの？なんてひどい話なの。ヤスコ、お前なんてこと。違うんです、これは。あの、私はマイクを置いて会場を後にする。背後で父が私を呼んだが、無視をして外に出た。ああ、これで一人か。すっきりしたけれど、無性に悲しくなって涙が出てきた。ヤスコ、迎えに来たよ。りょう、どうして？きっと落ち込んでると思って。帰ろう。今日は俺が美味しいものを作ってあげる。うん。一人じゃなかったと、私はりょうの手を握りしめたのだった。その後、あの結婚式での私のスピーチで、結局兄とミキは破談になった。両親は祖父母や親戚らに、娘をいじめた加害者を家族に迎えようとするなんて、と白い目で見られ、地元で孤立しているそうだ。ミキは結婚式という晴れ舞台で上司や同僚に過去の行状が明かされ、いたたまれず会社を退社。今は実家に帰ってるそうだが、外に出るとひそひそ噂されるので、ずっと引きこもっているらしい。ごめん、本当に申し訳ないと思ってる。兄はあれから何度も電話やメッセージで謝罪をしてくるが、許せる気にはなれず無視をしたまま。信頼していた人なので、そう簡単に許すことはできないのだ。本当に式はしなくていいの？うん、それなら海外旅行に行って二人でゆっくりしたい。じゃあドレスの写真だけ撮ろうか。ヤスコのドレス姿見たいから。そしてリョウとは近々結婚することになった。私を見捨てた過去の家族に区切りをつけて、新しく家族になる人と未来を歩き出すと決めたのだ。